シホニャンの熊の天女座チャンネル。はい、シホニャンです。今日はトンちゃんとオーロラを見に行った時のお話をしたいと思います。最初に行ったのは2014年の3月の私の誕生日近くの日、ホワイトホースというところでした。1週間滞在しましたが、まあこれがオーロラかなぐらいな感じでした。3月9日の明け方ですね、オーロラを撮影しようとして外に出た時に、何やら不思議な物体の不思議な動き方をするものが見えて、 UFO だって私が叫びました。トンちゃんはたまたま後ろを向いていて見れなかったみたいです。この雪原に滞在していて、トンちゃんはオーロラという曲を作りました。雪を踏みしめる音を入れたそうです。熊野では雪が降らないので、雪の世界って本当に不思議でした。この時は雪原にシンフォンシープやエルクなどたくさんの動物を見ました。なかなか素敵なコテージだったので、本当に素晴らしい体験でした。コテージではマジックショーもやりました。1日目やって好評で、次の日もやってくれと言われました。飛行機から見る雪原素晴らしかったです。次はまた別のオーロラの話です。イタリア旅行で一緒だった斉藤りみちゃんが素晴らしいオーロラの写真をフェイスブックにアップしてたので、お聞きしたら、なんと木村太郎さんのオーロラツアーはほとんど 100% 近くオーロラが見えるというので、私たちも参加しました。現地でお世話をしてくださった大塚さんです。私たちは大したカメラを持ってなかったんですけれども、写真撮影を本当に上手に教えてくださいました。このツアー実質3泊だけだったんですけども、3日間ともオーロラが見えました。これはカヌーを90分漕いでオーロラを見に行くという設定で、なんと白頭鷲も見えました。それでは谷中孝光のオーロラを聞いていただきながら、オーロラ写真を見てくださいね。Thank you.
演奏でなく海外に行くことも多いんですが、これはやっぱりイメージをいろいろもらってまた作曲に生かすためなんですね。実はトンちゃんこの時体調が悪くって行くのをどうしようかためらっていたんですね。でも現地でオーロラを見た途端とても元気になりました。10月にトンちゃんは問われましたが、このオーロラツアーに行けてとても幸せでした。木村太郎さんのツアー素晴らしかったです。現地でガイドしてくださった大塚さん、写真の指導も本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。はい、今日はオーロラの写真を撮影しに行った時のお話を聞いていただきました。一生に一回は見たいオーロラですよね。本当に良かったと思います。今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。